はい、どうもジオグラムです。はい、ということで、今回ね、このスクラップメカニックの新しいね開発者ブログが、更新されましたので、こちらをね翻訳しながら、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。はい、ということで、今回ねこの新しい開発者ブログなんですけど、もうこのサムネからしてね、かなり今回は神アップデーになるんじゃないかと思わせるぐらいの、サムネになっています。まあ、これをねどんどん下見ていきましょう。もうねもう一発目からかなりめちゃくちゃ面白そうな感じの、アイテムがね追加されるそうです。今回このねこの新しいドリルと、前回僕の、動画の方で紹介しました、この粘着タイヤ、スティッキーホイールですね、スティッキーホイールの、新しいパーツが追加されますということで、地下をどんどん掘ってモグラみたいにね掘り進んでるんですけど、で掘り進んでいくと、今回この新しく追加されたこの、施設ですね、地下バイオームに、新しい施設が、追加されますということで、ちょっとね施設の名前がちょっとまだわかんないんですけど、こういった感じの新しいね地下の、施設ができますよという、内容になっています。でこちらも新しいアイテムなのかな、ちょっとまだ絵だけじゃわからないんだけど、ドレインオーバータイム、ドレインオーバータイムを、リチャージ、あこれバッテリーなんだね、なんかここで充電できるようなシステム、充電システム的なものかな。でちょっと読んでいきましょう。地下掘削と探査、新しい章には、巨大な崩壊した鉱山と巨大な謎を収容する真新しい島が付属します。巨大な謎を収容する真新しい島、新しい島も追加されるんだ。探索できる新しい場所には多くの新しいコンテンツと地下バイオームが含まれます。その中に入ると大小の洞窟システムを、発見しながら、採掘車両を作成し資源を掘り始める必要があります。鉱山の一部では通過するために特別な種類のドリルが必要になります。場合によっては爆発物が必要になります。私たちは車両を楽しく創造的な体験に掘り下げることに多大な労力を費やしました。これは地下の掘削と、探査が初めて行われている様子を示すいくつかのショットです。また非常に危険な場所である地下鉄駅、地下鉄駅、これ地下鉄駅なんだ、はい、地下鉄駅を最初に垣間見ることができます。これらのショットにはまだ新しい、まだ正しい照明とパーティクルが含まれていないことに注意してください。最終バージョンでは全てがよく見えます。はい。まあ、これはね、地下の、地下鉄？地下鉄になるそうで、鉄道が走ってるのかな、どっかに。またそれもロマンだな。あ、これがレール？あ、違うか。あ、これは違うな。これはなんか移動式のフロアパネルみたいな、ここスライドするっぽいよね。でこれがエレベーター的な感じになってるんだ。へえ。でここの部分はなんだこれ、なんか岩を砕くような場所があって、ここに滑り台があって、なんだろ、ここで運び込むための装置かな。へえ、すっげえな。はい、そしてこれがね、前回、紹介しましたこのスティッキーホイールですね。このスティッキー、あ、これが前回見た GIF 動画ですね。で今回新しく追加された動画がこれ、敵の拠点も、こんな感じで難なく乗っていけるタイヤになってます。もうね、ひっついてそのまま壁走りもできるみたいな。ほうほうほう、結構ネバネバなんだねこれ。最初の動画で見たときは、こんな感じで、あ、すぐ外れちゃうじゃんみたいな感じだったんだけど、今回これ見る感じでは、かなり粘着力がありそうな感じの、スティッキーホイールになってますね。これもかなりやばいね。この90度の壁を登り詰めるという。はい。
で、ここの英文でいくと、スティッキーホイルの更新、これは前に示したスティッキーホイルの小さな更新です。私たちは彼らがどうなったか本当に大好きです。うん、ちょっと翻訳の意味が分かんないけど、はい、彼らは本当にうまく機能し、あなたが運転するときに素敵なネバネバした快感を持っています。鉱山を掘るときは間違いなくこれらが必要になります。確かにこれがないとね、今さっき見た感じでいくとこんな感じの穴っぽこんとこに、スポンと折っちゃうんでね、こういうスティッキーホイールがないと、うまく掘れませんよっていうことかな。で、GIF に表示されている、黄色緑、これ黄緑色かな、黄緑色ではなく、デフォルトでピンク紫の色の、グーが表示される可能性があります。ほう、デフォルトはピンク紫なんだ、だから紫色ってことだね。はい、でまた、他の色でペイントできるようにすることも検討しています。現在スティッキーホイールは化学物質を資源として使用していますが、まだテストを行っているため、消費量と使用時間の完璧なバランスを取ることができますということで、今は多分ね、調整段階に入っているということかな。うわすごいね。はい、そしてで今回このちょっと厄介そうな、これは敵なんですけど、こいつらがケーブルボットは、本当に形になり始めています。崩壊した鉱山の地下深くに埋もれているこれらの、クランカーはあなたとあなたの創造物の両方を、目の当たりにして攻撃します。時々彼らはあなたの創造物に引っかかり、徐々にそれを食い尽くすかもしれません。他の時には、彼らは単にあなたのバッテリーや、燃料資源を餌にするかもしれません。彼らが積み重なる前にあなたは彼らをあなたの創造物から叩き落とす方が良いでしょう。それは彼らが実際にダメージを与える時です。こんな感じでね、多分集団で襲ってきて、こういう車とかね、乗り物の、部品を食べ尽くしちゃうような敵で、マジ厄介だこれ。ちっちゃくてこんなに数いたら倒すだけでも結構大変だよね。これスパッドガンで一発で倒せるんだったらまだワンチャン助かりそうな感じはするけど、これが今まで通りヘイボットとかみたいな感じで、4発でやっと倒せる、1体倒せるっていう感じになると、さすがにこの数いるとね、多分まあ無事では済まないでしょうね多分もうこいつらに襲われたら車じゃなくなるっていうのを覚悟した方がいいかもしれません。はい、そしてこれは何だ、バッテリージェネレーター。バッテリージェネレーターは、電気エンジンやバッテリーを必要とするその他のものは地下にいるときに非常に役立ちます。またバッテリーが必要な場合はバッテリージェネレーター以外に便利なものはありません。バッテリーコンテナをその中に入れ、赤いバルブを回すだけでバッテリー充電器が新しいバッテリーを生成します。ほう、この赤いハンドルをぐるぐる回すことでこのバッテリー、これバッテリーかな、バッテリーを充電できると。ハンマーでバルブを叩くことにより、手動で回転させることができます。ただし時間を節約したい場合は、バルブを回転させるガスエンジンや、駆動のアームを作成することもできます。基本的にはこいつは手動で回るんだけど、ハンマーとかで多分ぶったたいて回すんだけど、こういった感じでガスエンジンを使って自動でぐるぐる回して充電するということもできるということかな。はい、で将来的にはこのように対話するための新しい創造的な方法でよりインタラクティブなパーツを導入する予定です。これらのタイプのパーツがどのようにあなたの創造性を刺激するかを見るのが待ちきれませんということで、多分今後はねこんな形で、まあ、手動でいろいろ動かせる装置と、あとはねこういうモーターとかエンジンを使って、それをね、だ装置同士で何かをするという多分パーツが、今後は多分どんどん導入されるのではないかなと思います。そして次、はい、
これはもう掲示板かな、デジタルサイネージ、私たちはついにデジタルサイネージの追加に取り掛かりました、ゲーム後半のサバイバルでは多くの場合チェストがたくさんあります。これらの標識を使用すると物にラベルをつけて見つけやすくなります。それだけではなく、メッセージを残したり作品を飾ったりするためにも使用できます、3つのサイズがありカスタマイズ可能な画面とテキストの色を選択できますと、まあ、大きさは一応小中大と3つあって、テキストの、色も変更できるということですね。で、まあ、これ今回このチェストだけじゃなくて、まあ、いろいろ車にもつけて、まあ、ナンバープレートのようにつけてね、車両に名前をつけたりとか多分おそらくできるんではないかなと思います。そしてこれ結構今回、いろんなね、乗り物を作ったりとか、結構カスタマイズしている方にはかなり朗報になるんではないかなと思います、このウェッジアップデート、ウェッジギャングに叫びなさいウェッジの追加について多くのリクエストがあり、それらを実装するための良い方法を見つけようとしています、そこでこれまでのところについて少し更新します、問題はサバイバルでのウェッジのスケーリングと除去です、これは単純なブロックスケーリングとは異なるシステムです。しかし私たちは物事をテストし続け、うまくいけばサバイバルで機能する良い方法を見つけるでしょう、くさびは次の章に含まれますということで、多分おそらく次のアップデートで、このね自由な三角形が作れる、ブロックですねが、多分次の章で追加されるのではないかなと思います。そして、次プラズマ層、はい、プラズマ層のご紹介、バターのような木々を通り抜けたり水晶の岩を切り裂いたりするのに十分な鋭さの層。しかしなぜそこで止まるのですか。プラズマ層はこれらの厄介なボットに対する作品の防御を強化するためにも使用できますということで、今回ちょっと追加されるかどうかちょっとわかんないんだけど、こういったプラズマ層っていうのが追加されるみたいですね。でちょっとこの翻訳でいくとちょっと意味がわかりにくいんだけど、バターのような木々を通り抜けたり、水晶の岩を切り裂いたりするのに十分な鋭さの層ということで、ワンチャン岩ももしかしたらこれで砕けるようになるのかなっていうところかな。多分この書き方でいくとそういう感じなんだけど、ちょっと実際これはね、追加されてみないとちょっとわからないところですので、実際ね追加されましたら、この辺の検証もしていきたいと思います。そして、次このヒゲの片方ヒゲが下にポトンと落ちたおじさん、なんか殺されたのかな、このプラズマ層でジョリッといっちゃったのかな、これと、あとちょっとなんか可愛い、ウォックの赤ちゃんですね、次の章では対話できるいくつかの新しい NPC について説明します、これがそのうちの2つを最初に見たものですということで、次の章では多分ね対話できる NPC が、いくつか紹介す追加されるみたいで、今回ちょっとここにね、2つあるんですけど、一応このおじさんとちっちゃいこのウォック、赤ちゃんウォックですね、赤ちゃんウォックが、追加されるのではないでしょうか。はい、そして、これ最後、ファンシータキシード、新しい衣装の時間、今回は全ての作業着から休憩を取り、代わりにスタイリッシュなタキシードを作ることにしました、スタイリッシュに冒険したいメカニックのためだけのもの、いつものようにタキシードの全ての部分を他の衣装と組み合わせることができ、さらに素晴らしい衣装のバリエーションが得られます。スクラップメカニックでもっと見たい衣装は他にありますか、コメントで教えてくださいということで、もしね、いろいろね、追加してほしい方は、このスクラップメカニックに、コメントすると、追加してくれるそうなので、どんどんね、コメントしてみてください。この投稿でもあるんだね。投稿でも、ここでもいけるっぽい。ここの投稿を使って、この、どういった服装をね、追加してほしいか、
ここに書き込んでいくと、もしかしたら運営さんが見てくれて新しいね服装の方を追加してくれるかもしれませんので、ぜひねこの投稿の方してみてみてください。はい、ということで、今回ねずらっと、翻訳してみたんですが、まあ、今回これ全部追加されるかどうかはちょっとわからないんですが、で、あとねちょっとこのいつアップデート来るかというねこの詳しい日時は、今回のこの開発者ブログには、書いてありませんでしたので、まあ、早ければ年内、遅ければ来年初めの方かな、ちょっとわかんないですけど、まあ、そのあたりには多分来ると思いますので、皆さんね楽しみにしていってください。そしてこのアップデートが来た頃にはね、また新しい、スクラップメガニックのユーザーが、増えることを願っています。はい、それでは、今回ねこの辺にしたいと思います。それでは、私ね、ジオグラム、ツイッターと、インスタグラムの方もね、合わせてやっていますので、こちらの方もねフォローいただけると大変嬉しいです。そして、この動画が面白かったら高評価、またねチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは動画をね最後まで見ていただきありがとうございました。次回もねまた動画の方でお会いしましょう。 See you!